どうも、オカピー卓球ライフサポーターです。いつもご視聴本当にありがとうございます。今日の動画は、この前ですね、10月1日の日に、ビル5湘南横須賀卓球スクールさんお邪魔してですね、オカピー特別レッスンを1日やらさせてもらったんですけども、その時の、イップスの方と、あとは50肩っていうんかな、フォアの練習しすぎて、こう、肩が上がらなくなった方のですね、その改善ですね、それがものすごく印象的だったので、感想をお話したいなと思います。で、最後に、なんで僕がこういう活動をしているのかっていうね、そのお話もちょっとしていきたいなと思いますので、最後までぜひご視聴ください。よろしくお願いします。ということですね、第2回目のオカピー特別レッスンを行いました。朝9時から18時までですね、ずーっと。もう9時間ぶっ通しでですね、やらさせていただきました。本当、満員御礼で皆さん本当にありがとうございます。で、その中でも、みんなコーツつけがたいんですけど、一番印象的だったのがやっぱね、サーブイップスの生徒さんですね。前回ね、ぶっちゃけちょっと不完全燃焼。いい時もあるけど、やっぱりすぐ元に戻ってしまうっていうのがあって、で、今回、どのようにアプローチをしたかというとですね、生徒さんが、サーブを出すときにラケットをバーンってね、台に叩きつけてしまったんですね。で、その時にポソッと言ったんですよ。あ、またこう強くやっちゃったって、そう、あ、強くやっちゃったっていう、そのワードがですね、ババッとこう入ってきて、強くやっちゃいましょう変換したんですね。そう、その強くやっちゃうっていう行いをまず認めて、で、やってもらったんですよ。そうしたら、こう、下にね、叩きつけるように、振ったんですね。そしたら、ボールは、こう、ポコン、ポコンって、高く弾んだんですよ。その時に、なんかとてもスムーズに体が動いて見えたんですね。で、こう、下に振ってたんで、そこで、無意識に下に振ってるんで、じゃ意識づけをして、でも、下に、振りましょうと。って言ったら、下に振り出すんですね。そしたら、1回、2回くらいやったかな。で、その後ですね。じゃあ、下に振れるなら、上にも振りましょうっていうふうに言って、当然、上って何？ってなんで、そこで2回ぐらいね、お手本を見せたわけなんですよ。あ、実際に今ここでちょっとやった方がいいですね。ね、やってみましょうか。最初は、バーンってつけてしまってたんで、で、強くやりましょうって言ったら、こういう感じになったんですね。で、下にスイングをしてたので、無意識にやってたのを意識的に下にスイングしましょうっていうふうで、こうやってもらったんです。で、下にスイングできるんであれば、上にも振りましょうっていうふうで、で、お手本を見せたのが、こうですね。上には振るんですけど、実際に当たるときはボールはね、下に飛んでいくんで、で、こういうふうに当てたら、こう上に振ってもらうっていうことを、こうやってたらですね、だんだんこれが、普通に入るようになってきてですね。で、その後ですよ。ちょっとショートサーブをやってみようって思ったか、できちゃってですね。嬉しかったのが、この7、8年ぶりぐらいに思い出したと。いい感じの自分思い出したって言ってくれて、それがね、すごく嬉しくてね、その後も笑顔でね、ずっとね、こう練習やってたわけなんですよね。で、僕のレッスン終わってからも、上にマシンでね、一人で練習できるところがあるので、そちら行って、田中コーチに見てもらいながらね、こう練習をやったそうです。で、どうでしたかって聞いたら、全部が全部うまくいくわけじゃないけど、ものすごくね、いい感じだっていう喜んでくれました。もうその、やっぱり笑顔がね、素敵。もうめちゃめちゃ嬉しくなりました。本当にありがとうございます。で、次ですね、50肩って言っていいのかなって言っても、もう年代が80代のね、方なんですけども、動画はね、こちらです。こう、見てわかるように、こう、あたたたたたたたってね、こう、
上がるようになったけど痛いんですよ。で、僕、誇発式神経筋無痛療法をね、上級コース、上級課程終わってですね、そちらの方を施術をいつもしているんですけども、で、その時にやったらですね、まあ、まだ痛みは残るけど、だいぶ改善したんですね。で、そこから僕のレッスンですよ。まあ、最初、ビフォーで卓球のやり方、打ち方を見てたらですね、改善の余地ありということで、まずは自然に持つグリップの設定方法からですね、お伝えしたところ、ものすごくスムーズに体が動き出したんですね。で、楽っていう感覚を覚えてもらった後に、こう上げてもらったら、よりスッて上がるんですね。ということはですね、やっぱね、正しく、で、優しく自分の体を扱ってあげると、良くなるんですよ。卓球はリハビリでもね、すごく有効的っていう風になってますんで、なので、悪くなっていくような卓球ってやっぱ本末転倒なんですよ。そうじゃなくて、どん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 元気になっていくっていうね、卓球を、その、80代の方、生徒さんにですね、お伝えをして、ものすごく喜んでくれまして、で、すぐですね、次の10月22日の日曜日に行くんですけども、そちらの方もご予約、はい、いただいた次第であります。ありがとうございます。はい、ということでですね、僕、なんでこんな活動をしてるのかっていう、まあ、お話に変わっていくんですけども、こうやっぱ、大好きな卓球ですね、体痛めてとか、こう、イップスとかで悩んで、できないっていう人を見るのがものすごくね、こう、辛いんですよ。で、そういった方々を、改善するお手伝いをですね、僕はしていこうっていうふうに思うんです。で、最終的には、やっぱ世界平和ですよ。世界中のみんなが卓球を通じて、協力し合って、生きていく人生を全うしてもらうっていう、そこに向かっていきたいわけなんですね。でも、いきなりそんな大きな夢は、ね、なかなかできないんで、まあ僕、卓球というツールを使って、少しでも皆さんにお伝えしたいなというふうに思っています。で、やっぱね、生徒さん元気になるのももちろんなんですけど、やっぱ、卓球コーチですよ。コーチの皆さんも、体ものすごくしんどいと思います。もう酷使しまくって、いろんなとこが悪いと思うんですね。で、そんな、こう、体が痛いとか言いながら、こう、玉出しとかしてるコーチの顔を見ながら、生徒は練習するわけですよ。なんか、嫌じゃないですか。僕はね、気使っちゃうんですよ、コーチに。大丈夫ですかって。いや、しんどいならいいですよ。いやいや、僕、玉出ししますから、なんて、その、なんか元気がない、そういった環境とかを、こう、改善していきたいわけなんですね。なので、生徒さんを元気するわけじゃなくて、やっぱコーチの皆さんたちも元気にしていきたいわけなんですよ。そうすると、コーチが明るく元気に、こう、レッスンができたら、当然、練習内容の質も上がっていきますので、生徒さんも強く、上手に、なんなら楽しくできるようにね、こうなっていくわけなんですよ。で、そうするとその場がね、明るく元気な空間になるわけなんですよね。で、もちろん、こう機嫌いい状態、体も元気な状態で、お家帰ったりしますので、その家庭内とかでも、いい影響を与えますよね。で、お仕事も当然行かれるじゃないですか。そしたら、その職場の中の影響空間もですね、いいものに変わるんですよ。で、お仕事をするということは、必ず誰かの手元にその商品やサービスが行くんですよ。で、その商品やサービス、ものがですね、ものすごく心満たされた人が作ったものであれば、いいエネルギーがそのものには入ってるわけですよ。そうすると、それを手にしたお客さんっていうのは、ものすごく喜ぶんですね。ちょっとここを逆に考えてもらって、不機嫌な人が作った、こう、ラケットとかって、使いたいと思いますか？思わないですよね。うわ、これを使って、卓球頑張って、楽しくプレイしてもらって、勝ってほしいって思って、作ったラケット。使いたくないですか？そう、そういうところなんですよ。そういう風に、全部が回っていくんです。で、当然、そう環境が良くなって、空間も良くなっていけば、まあ練習もしたくなる、強くなる、
試合にみんな行くってすると試合ですね、僕 P4 マッチも開催してますけども、試合でもちゃんと利益が出るようになってくるわけです。でたくさんたくさん練習すれば当然こう用具ですね、用具とかも劣化していきますので商品が売れていくわけですよ。卓球経済も活性化するわけですよ。そうすると商品開発ですね、より日本が世界でも戦える、あって言っても世界中のみんなが使うから そうでもないかでみんながより卓球楽しくなるような商品開発とかですね、ルールに合わせて変えていくとか、そういったところもどん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 つながっていくわけなんですよ。そうすると卓球を世界中でやってますので、そこでいい影響を与えるなったら、そこからまたですね、お仕事、職場の仲間とかご家族とかですね、身近な人たちに対して機嫌よく接することができる。そうしたら最終的に僕の最後の目的である世界平和っていうことが叶うんじゃないかなと、方向性としては間違ってないんじゃないかなと思ってこう活動をしております。ということですね、僕はですね今月、大きなイベントとしては先ほど言いましたが10月22日の日曜日ですね、また9時から18時までビルゴ湘南横須賀卓球スクールさんをお借りしまして、お借り特別レッスンを行います。そして25日の水曜日はですね、京都の田坂卓研さんの方で特別レッスンを行います。こちらでもリピーターさんがほぼほぼなので、あと残り3コマですねぐらいしかないんですけども、ぜひね僕会いに来てほしいなと、はい、思います。そして27、28日2日連続でですね、大阪緑橋卓球場さんをお借りしてこちらもカピー特別レッスンを行います。でその他はですね、ここでレッスンもやっております。もちろん施術も行っておりますし、あのメンタルコーチングをねここでやったりとか Zoom の方でもやっております。はい、こちらの方はホームページからお申し込みいただければなというふうに思っております。はい、今回の動画は以上になります。ちょっと僕のねレッスンの感想の動画になりましたけども、一人でも多くね悩んでる方を救っていきたいと思っておりますので、自分は大丈夫でもお友達元気にしたいなっていうふうにね思っている方いらっしゃいましたら、ぜひ僕のレッスンをね受けてみたらどうっていうふうにお声掛けしていただければなというふうに思います。卓球だけじゃないです。体後発式神経筋無痛療法で体がちゃんと動くようにします。そしてメンタルコーチングですね、卓球の考え方のメンタルだけじゃないです。日常生活でものすごく大切なことをねどんどんお伝えしていきますので、一緒に成長していければなというふうに思っております。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴本当にありがとうございました。